マルドゥック・ベロシティは、早川文庫 JA から刊行されている、ウブカタ等の SF 小説。イラストは、寺田克也。第24回日本 SF 大賞を受賞した、マルドゥック・スクランブルの続編にして、前日談。同作における、主人公の宿敵ディムズ・レイル・ボイルドが、大いなる虚無へと至る軌跡を描く。や、イコール、タイなどを多用した、独特の文体で書かれている。 ジェームズ・エルロイ風と言われることが多いが、エルロイは、ハリウッド・ノクターン以降の作品では、記号でセンテンスを短く切る以外に党員を積極的に使用しており、正確には、ホワイト・ジャズ・カゼとも言うべき文体である。講談社の漫画誌、ネメシス30号に、北正直による、スピンオフ漫画、カトル・カール探偵事務所が掲載された。王、炸裂よ。ゴミと灰に。炸裂よ。 炸裂よ。ゴミと灰に、覚醒剤中毒による遊軍への爆撃という罪を犯した優秀な軍人、リムズデール・ボイルド。マスコミからの隠蔽のため軍研究所に収容された彼は、そこで開発されたばかりの万能ネズミ型兵器、ウフコックと出会う。失われたキャリアを取り戻すべく、麻薬中毒を克服し、重力を自在に操る力を得ると共に自己を回復してゆくボイルド。 だが、戦争は終結し、技術を危険視された、軍研究所とその成果は、廃棄が決定。すべてを葬り去るべく、実行部隊が、研究所に迫る。拷問集団。拷問、暗殺、誘拐、脅迫を4分の一ずつこなすフリーの傭兵。ありがとうございます。